今日は東京新聞の記事をご紹介したいと思いますが、うん、もちろん各紙載っておりますけれども、うん、まず民進党の蓮舫代表ですけれども、うん、辞任ですね、うん、東京都議会議員選挙の敗北とか、うん、党の支持率低迷の責任を取った形ということになったんですが、うんうんうん、まあ、新しい代表執行部で安倍政権に代わって、代わりうる党の体制を作ってほしいと会見で述べたと、うんうんうん、はい、いうことなんですね。まあ、太田さん、はい、それはいいじゃないかっていうか、何大竹さん、ああ、ひょっとして稲田派、稲田派っていうより、まあ蓮舫はそうだろうけどもね、まあなぜこの、なぜちょっと時期的にね、どうなんだっていうのもあるけども、なんかこう、なんで今なんだろう、なんかわかんないけど、あの民進党のなんかごたごた感の方がね、強く出てきちゃって、うん、なんかやることなすこと裏面出ちゃうね、うん、これさ、うん、稲田さんの辞任と一緒になっちゃったじゃない、うんうん、そうだね。そしたらワイドショーでさ、うんうん、稲田さんの辞任問題と、うん、ちっちゃの長さが変わってきちゃうよね、うんうん、そうだよね。ちょっとなんかこう、うん、まあイメージとしてもしね、戦略的なことを言うんだったらば、うん、ここでなんかこう野田さんも身を引いたし私もっていうことになって、うん、まあ、世間がの注目をね、こうちょっと集めるようなことになっていけばっていう戦略的な思惑がなかったとは言えないけども、稲田さんがボンってかぶってきちゃったからね、うん、都議選の敗北受けてって、うん、書いてあるじゃん、うん、都議選の直後に5人しか受かんなかったっつうので、うん、スパッとやってたら、うん、って民進はちゃんと責任取ったのか、安倍さんとこはっていうのがあったかもしれないけどさ、まあ、効果を狙うっていうか意味合いだったら、そしたら次民進誰になるんだろうっていうな、うん、いろんな効果も、まあ、ちょっと時期的になんかこう微妙なもんがあるなっていう感じだね、うん、はい。こちらも東京新聞の記事ですが、うん、稲田朋美防衛大臣も、うん、まあ、今話に出ましたけど、うん、辞任ですね、うん、この防衛省の日報隠蔽問題ですが、うん、あの岡部俊也さんという陸上幕僚長と、黒江哲郎さんという事務次官に加えて稲田朋美防衛大臣も辞めると、うん、これで安倍さんとしては幕引きを図りたいということのようなんですが、果たしてそんなにうまくいっていいのかということなんですね、うんうん、この隠蔽問題をめぐる特別防衛監察、まあ、防衛省の調査ですよね、うんうん、この結果は、まあ、今日公表ということで、うんうん、どういうところが焦点になるかというと、陸上自衛隊が捨ててしまったと説明した日報、この日記のデータを実際は保管していたこの事実、これについて稲田さんが報告を受けていたかどうかが一番のポイントと、うんうん、で陸上自衛隊は報告した、うん、稲田さんは聞いてないと、うん、全く主張は対立しているので、うんうん、その溝が埋まってないんですね、うん、でもし観察の結果に稲田さんの関与が盛り込まれていないとすると、うん、陸上自衛隊との主張になぜ違いが生じたのかがまだ明らかになってないと、うんうん、でもし稲田さんが関与したよっていうことがちゃんと盛り込まれていたら、事実解明を指示した稲田さんが隠蔽の中心人物だったことになって、これも大問題ということになりますよね、うんうん、で今日その特別防衛監察の結果とそれから関係者の処分を公表するんですが、果たしてどうなるかと。で一応原案がもうすでに内部には分かっていて、うん、その原案だと例えば2月13日に陸上幕僚幹部のナンバー2の人が稲田さんにその陸上自衛隊の中にデータがありましたけどどうしますかっていうことを報告したこととか、それから15日の会議に非公表の方針が決まったことなどは原案には載ってないんですね。で公表の観察結果に経緯がどう反映されるのか、まあここが注目ポイントということですよね。メモが出てきたじゃない。メモ出てきましたね、この2月13日のやり取りを書いたメモが、うん、フジテレビがスクープしました、うんうんうん、で明日どうしようなんていう、そうそう、メモには明日どうしようっていうのは回答弁どうしたらいいのっていう一言があったみたいですね、はい、でそもそもこの特別な何監査、特別防衛監察、特別防衛監察っていうのは稲田さんがしなさいって命令したわけだよね。そうですね、隠蔽体質があったら私の責任で、私の責任だから防衛監察しなさいって、中おかしいよ、ちゃんと事実をはっきりしましょうって自分が命令したんだよね、うん、で命令された方がさ、調べてたら稲田さんにも関係のあることを、そうですね、のようだと、うん、ね、
で命令された人も関係するようなことなんですけど、これどうしたらいいのかなと。だからそれは防衛庁なら、防衛省ならあの制服組の主張はまあこう入れましょうと、うんうん、ね、上に報告してますよっていうのは入れましょう、うん、で入れたと。で上の方はそれを認めたの認めてないので、本人は稲田さんは認めてないです、うん、報告されてないですって言ってます、うんうん、特別監察の人は何て言ってんの。それがこう今日公表されるんで、対立したまま発表するのか、うんうん、稲田さんは知らなかったと公表するのか、うん、そこら辺が問題になってますね。どっちにしろ、うんうん、来週ほら、うん、国会でやるでしょ、うん、安全保障のこと、うん、そしたらこの問題出てくるし持たないって思ったんじゃないかな、うん、だから稲田さんが出てきて、まあね、もう持たないっていうふうに思ったから、したら新しい人だったらそれは自分とは関係ない話だから、うん、話をきちんと受けてないとか、うん、分からないって答えればいいわけじゃん、うん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 、まあね、そういうことじゃないの。でもさ、それまでさ内閣改造ね、うん、するって言ってるけど、それまでもう何日もないじゃん、うん、まあ、8月3日って言われてますよね。だけどやっぱり稲田さん、そうだよ、あるかないかじゃん。だけどやっぱり私は、うん、思ったのはさ、稲田さんってやっぱりいろいろ問題事ってさ、その森友の時の弁護士やってないっていう、うんうん、虚偽答弁したりとか、 あと自民党からお願いしますって選挙の時言っちゃ、うんうん、自衛隊からお願いしますって言っちゃったり、問題あった。で今回の衝突と戦闘の日報の話もそうだし、いろいろあったじゃない。だけど今度もうちょっとでさ内閣改造するから、それまでいらせればいいじゃんって言ったら、私はやっぱり辞めさせられたのと、その期日まで行ったっていうのは全然印象が違うから、うん、もっと早くに辞めさせるべきだったと思うよね。まあ、でもさ、これ岸田さんがちょっと兼務という形になるみたいですね。兼務するんだよね、うんうん、まあでも、まあ、この5日間って言われてますもんね、この時だから、うん、兼務っていうじゃなかったら、兼務じゃなかったらたった5日6日の話っていう、かなり中途半端な状態になるよね。だからもっと早くすればよかったのにさ。まあね、だからそのすごい寵愛だったんだよ、うん、寵愛が、うんうん、こんな人おる。いやいや知らないけど、岡部さんというその陸上自衛隊のトップだった方が、まあ、辞任を表明した件に関して、一部の見方ではその防衛省の中の陸上自衛隊は稲田さんに非常に不満を持っていたから、俺たちけじめつけたぞと、お前どうすんだっていうふうに処分が出る前に突きつけたっていう見方もあるみたいですね、うん、だって部下のせいに、どっちかというとリーダーであったらさ、そこの組織の上であったら部下の失敗も自分の失敗としてっていうふうに考えるじゃない。逆なんだもん、うん、この人。ただちょっと振り返って考えてみると、うん、例えば南スーダンとかそういうところで日報が出てきたわけでしょ、うんうん、やっぱりそこの日報には生々しい、うんうんね、まあ、これ武力衝突って言ってるけど、うん、日報には何度も戦闘って書いてあるんですね。日報には、ね、俺たちは黒塗りで見ることはできないけど、うんうん、それは南スーダン大変だったんだろうと。だからここになんかこう PKO 5原則だけで、うん、対応するなんか無理だよと。だからそれだと、戦闘って書くと憲法違反になるから衝突って書いたなんていうリーダーのもとでさ、一番大事なのは国のためにそういう危ないところに行かせられたっていう人たちがいるってことじゃない。命を落とすかもしれないね。しかも それならそれなりの武器も保有したいしみたいな思いがあるのに、ね、こう撃ってきたらね、撃つまではとか、そういうがんじがらめの中で PKO に行って、うん、しかもそこで多分その間に
まあ、俺たちが計り知れないようなことがそこであったんだろうと、うん、それでこう日報には少なくとも書いておこうと、まあ、こう現状が分かってほしいというのを見てませんと、うん、知りませんという答弁したわけだよね、うん、でその日報がまるでなかったことのように、うん、でもしこれの辻褄合わせするんだったら相談して行かなくちゃいけないみたいな、うん、ちょっと待てと、こう制服組としてもこれだけやったことを報告なしにしちゃうのかよ、うん、私もひどいと思うわそれは。やっぱここに来てその PKO 問題も含めて自衛隊がどうしなくちゃいけないのか、うん、どういうふうに海外で協力するのか、うん、いろんなことをなんかこう、まあ、憲法論議も含めて、うん、もうちょっと確かに しなくちゃいけないかもしれないよな、うんうんうん、まとめたね、まあ、ちょい漏れちょい漏れらしいネタ箱のくせにやるときはやるねもうちょい漏れしないする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 それしますちょっとトイレ行っていいびちょびちょにしないから